はい、今日は厨子三兄弟についてね、語らせていただきたいと思います。彼らに思うことはですね、厨子三兄弟のイベントツアーもろもろ呼んでくれてどうもありがとう。いや、めっちゃ呼んでくれたんですよ。ありがたいです。でね、きっと彼らも同じことをやりたいんだと思います。僕と。で、地元至上主義というか、厨子を盛り上げたいっていう気持ちだったり、自分たちのホームとか、そういうファミリーをめちゃめちゃ大切にするんですよね。それが、彼らのやってる、オレンチっていうね、イベントとか、まあそのツアーとかにも現れてると思うんですよ。で、まさにその彼らのやってるそのイベントなんかには、まあ僕をゲストに呼んでくれて、まあ本当自分家に招待したみたいな感じで、こう、すごく温かく出迎えてくれて。で、やっぱね、僕は彼らのスタイルって、例えば次から次へと、なんか人気者とかそういう人にね、こう、もう手当たり次第行くってことじゃなくて、やっぱ一つのアーティストとか一つの仲間とかそういうつながりをすっげー大事にする。まさにその、そういう、なんか厨子三兄弟ってね、自分のそのなんかファミリー感とか、こう血脈みたいなのをアーティスト名にしてるのにふさわしいぐらい、とにかく近くにいるやつを、逆に遠くにいるやつに、こう、あ、どうもーみたいな感じで愛想いい感じっていうよりは、僕はちょっと彼らって仲良くなるのにちょこっとだけ時間かかるタイプの僕はアーティストじゃないかなと思うんですよ。もちろんすんげえ気持ちいい挨拶してくれるし、もう全然そのなんかとっつきにくいって感じじゃないんだけど、すっげえじっくり話すとめちゃめちゃ仲良くなれる。そんでそのつながりがすごくこれその先も続くというか、そういうタイプの、子たちじゃないかなと思って。で、だからやっぱりいろんなこと僕にも聞いてくれたし、いろんなこと僕にも教えてくれたし、なんかすごくだからまあ今同じ事務所というか近いところにいるんですけど、やっぱそれがきっかけです。彼らとのつながりは始まっていったんですけど、初めてなんかのラジオかなんかのイベントに会った時っていうのは本当挨拶程度で、正直だからそのとっつきにくい子たちなのかなと思ったのも事実なんですよ。だけどいやいや何のことはないで、実はその扉開けて仲良くなってみたらめちゃめちゃいいやつらで、でそのイベント呼んでもらったりとかツアーにも僕呼んでもらったりとかして、もうその時はもう本当もうシーも厨子も四兄弟になってもよかったんじゃないかなっていうぐらい仲良くしてくれて、はい。で、あとね、まあこれ、まあ言っていいかどうか分かんないんですけど、某メンバーのことね、厨子の、はい。銀の玉がぴょんぴょん出るようなね、遊戯施設でやる、ね、アミューズメントが好きで好きでしょうがないっていうね、僕もその子もね、もうその話でね、もう本当、一日終わってしまうんじゃないかなっていうぐらいね。シモさん最近何打ってますみたいなね。もうそういう話するのが楽しみでしょうがないっていうね。もう彼らも勝負師だなと思いますよね。もう勝負すること好きなんだろうね。はい。そういうところも、実は、なんか、一緒だなと思います。地元大切にすること、仲間大切にすること、勝負事が好きなところ。一緒だなと思います。僕は彼らの厨子三兄弟のツアーとかでよくやってる男と女に結構なんつうんだろうな、恥ずかしいとは言わないんですけど、なんか結構ちょっと恥ずかしいコール&レスポンスをさせるところがあって、おそらく結構ツアーとかフェスでやると思うんですよ。それが俺楽しみですよね。だから実は僕もシーモネーターさんってのは結構どきついコール&レスポンスをするんですけど、もうお客さんノリがいいからガーッと来るじゃないですか。厨子三兄弟もそうなんですよね。割となんかハードルの高いコール&レスポンスとかをやってるんですけど、お客さんがおお、それでもやっぱ食いついてくるんだって、お客さんをちゃんとね仕込んでるなっていう、お客さんちゃんと分かってるなって、その時僕は思ったんですけど、そういうコール&レスポンスとかも東海サミットでやってくれるんじゃないかなと思って、
すげえそれが楽しみで、うん、なんかすげえ楽しみです。はい、期待してます。